はい、よろしくお願いします。中学受験の問題シリーズ第2弾でございます。今回はね、この問題やっていきますので、ぜひね、できそうな方は動画止めてね、チャレンジしてみてください。で、早速ね、自分の方は解説やっていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、前回ね、お試しでやらせてもらいまして、たくさんの方にね、動画とコメントいただきました。ありがとうございました。で、ああ、そっか、その解き方あったなとかね、いろいろ勉強だったんですけど、コメント欄見させてもらって。で、まぁ、ちょっと、今回ね、1本目取ってから2本目取るまでに今の投稿してある状態なので、ちょっと今テロップで出しましょうか。この問題ね、前回の2番かなんかかな。自分これ、まとめて、2個ずつまとめて計算してったんですけど、両サイドをね、セットにしていくと、すげえ綺麗に解けるっていうのがありましたので、ぜひね、試してみてください。コメント欄ね、ほんとありがとうございました。よし、じゃあ行きましょう。で、きっとね、この規則性の問題とかも、その攻略法とかがあると思うんですが、まあ、自分がガチで解いたやり方を紹介していきます。で、今回は、整数0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11という順番に、こういう風な規則で並べていきますと。で、どういう規則かっていうと、0スタートで、螺旋状、渦を書くように、1、2、3、4、5、ってこういう感じ。こういう風に渦を書いていきますよと。で、1番は、じゃあ0を囲む1から8までの個数、8個の数を1周目にしますと。つまり、つなげちゃいましょうか。セットにしようか。ここにしようか。これですね。0は除きますけど、ここにある8個が1周目。で、その周り、9から24まで。ここですね。これが2周目。まあ今書いてないですけども、外が3周目、4周目と増えていきますと。その時5周目の数の和はいくらですかという問題からです。で、まあ規則性の問題はパターンをつかむのが自分は楽だなと思っていて、で、まず自分がやったことですね、最初。考えたことは、その1周目、2周目、3周目に数が何個含まれてるのかなっていうのを出したいなと思ったんですね。つまり、周目ですね。例えば1周目。これと下多分入らないから、ちょっと下げた方がいいかもね。1周目、2周目、3周目、4周目、して5周目までいっとこうか。こうあった時に、その中に入ってる数の、何個数があるのか、数字がね、数字が何個あるのかっていうのと、スタートの数字とゴール、まあ、ゴールというか終わりの数字ね、をちょっと一覧で書き出そうと思ったんですよ。で、まあ、これ実際に、出された問題にも、ここまで36まで書いてある状態だったんですけど、1周目に入ってる数は、ま、8個ですよね。1から8なんで。8個の数が、数字が入ってますと。で、スタートは1で、当然ゴールは8です。こうなってる。で、まあ、2周目も数えられますよね。9スタートで24まで。まあ、一応数えましょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16個。で、まあ、スタートは9から始まって、ゴールが24だと。まあ、終わりがね。24。で、やっぱ、2つだけでは規則は分からないわけですよ。3周目が欲しいなと思って、3周目は一応書きました、自分は。書いてみたのね。まあ、37、38って、まあ、指で数えられるからさ。37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48。ここに48が来るなと。こういう感じね。いいかな。で、そうなった時に、まず個数いくつかなって考えるわけですよ。まあ普通に数えてもらっても構わないんですけど、今、外の3周目ですね。ちょっと赤でまた囲いましょうか。3周目です。これって、横の数字が1、2、3、4、5、6、7個です。まあ横7個ですね。7個7個取って、まあ縦に5個余ってるんで、7足す7足す5足す5すると24なんですよ。24個。で、ここまで来ると、親ってなりますよね。8、16、24となってるんで、まあ、なんだろ、規則性からね、N とか使って求めることもできるんでしょうけど、まあ、3つ並べた時点で、あ、これは8の倍数だってことが気づくわけです。つまり、次は、出さなくても32個。で、5周目は40個だろうと。数字の数はね。で、今、24までここで使ってるので、次は当然スタートは25から始まります。つまり始まってるね、25から。で、25から始まって、で、まぁ、24個、増えていくので、ちょっと待って、メガネ変えてごめん。よいしょ。ここが48までだと。まぁ、になってますね、48ね。ってことは分かりますと。で、じゃあ次、一応外書いてみると、
まあ、49から始まるわけよ。だから4週目は49から始まる。まあこれは図だけでもわかるんですけど、じゃあここいくつかっていうと、まあ48で終わってて、それに32を足すから、48と32を押してもらって80、もしくはスタートが49なので、49に32個足してもらって、でも順番だからさ、だから1を引いて80にすればいい。まあまあこれは数えてもどっちでもいいんですけど、まあ、こうなりますと。ってことは、5週目は、スタート81ですよね。ここで80まで終わってるんで。81で、まあ、歩数は40個って分かってるから、40個いったら、まあ、80に40足して、数字としては120で終わるはずだと。っていうふうに一覧をまず出したんです、自分は。で、こっからですよね。じゃあ5週目の数の和はいくらですかってなってるから、今、1から120まで並んでるわけですよ。5週目まで全部書いたら。で、ただ1から120までじゃなくって、81から120までの和を出したいと。つまり、81、82、83、84を足していく感じね。で、これを、まあ、並べて、両サイドからって数えても40個しかないから、まあ、地道に言ってもいけるだろうなとは思ったんですけど、これね、習ってんのかな？わかんないけど、1から、まあ、1からね、1足す2足す3足す4足す5足すって並んだ時に、1から L までを足したもの。あ、これ高校でね、習うやつですけど、2分の 1N カッコ N プラス1と、がなるわけですよ。例えば1から10まで足すと55って結構有名な話ですけど、1から10まで足したっていうのは、計算入れると2分の1かける10かける N たす1なんで10たす1なんで11なんですよね。で、これ計算すると55になるんですが。で、今これを知ってるという前提で使ってしまったんですけど、自分は。つまり今、81から120までの和を出したいんで、1から120までの和を出したんですよ。1から120の和。を出すと、2分の1かける120かける121なんでね。入れると。で、これまぁ60に約分できるんで、121かける60をしようと。裏技使います。いくつだったっけな ?7260。さっきやったやつね。こうなる。で、これだと1から120まで全部入っちゃってるから、じゃあそっから1から80までを引いてあげれば。1から120まで全部が1から80までを引いてあげれば、81から120残るじゃないですか。足したものが。ってことで、1から80の和も同じように出しましょうと。で、2分の1かける80かける81ね。で、これが40になるから、これが、3240か。となるので、こっからここを引きましょうと。7260引く。3240。すると、4020か。となって、1番。これ合ってるかな？合ってる。はい。という感じで。やったんですが、きっともっと綺麗な方法、コメント欄お待ちしております。はい。ということで、これが1番でした。じゃあ2番ですね。で、2番はですね、ちょっと画面下げましたね。すいません。お待ち失礼します。こうしよう。で、0の1から右に2、上に3行った数が29ですと。0から、右に2、1、2、上に3、1、2、3、29ありますね。じゃあ、同じように、0の1から左に5、下に4の位置にある数は何ですかと。で、さすがにこれね、もちろん全部書いたらさ、出せるよ、絶対に。出せるんだけど、さすがにちょっとしんどいだろうと。まあ、時間取らせるわけにはいかないもんね。中学受験で、他の問題に時間使いたいからさ。じゃあ、その近くの数だけ分かったらいいなと思ったんです、自分は。で、ちょっとやっていきましょう。ちょっとね、この辺ちょっと消しはね、使うんで。失礼します。で、これ今3週目まで書き終わってるので、4週目。まあ、そんなの1個出ますんで。これが4週目ですと。もうちょっと下げるね。ごめんよ。で、5周目いきましょう。普通にね、コメント欄見てて勉強になった。中学受験はこういうの使えるんですよって、こういうのよく習いますよって結構書いてくれてて、本当ありがとうございました。なんかメールでね、その中学受験を考えてるお母さんから、コメント欄見てるとすごく勉強になりましたって言って、一人ね、お一人言っていただいて、あ、すごい嬉しかったです。はい。なので、ぜひぜひ、なんかね、意見というか、こういうのがあるんですよとか、こういうことやった方がいいですよってあったら書いてあげてください。自分も勉強になるし、他の方のためにもなりますんで。はい。って書きましたと。で、5週目ですね。で、場所まず特定しましょう。0の1から左に5、下に4なので、0から左に5、1、2、3、4、5週目ですね。で、ちょっと書いておきます。ちょんちょんちょんですね。で、
こう、間隔はね、全部一定なので、こういう感じでしょ。で、ここまで行って、下に4だから、1、2、3、4、ここです。ターゲットはここね。で、まあ、多分ね、左下とかの規則性で解いててもいいなと思ったんだけど、ちょっと今、自分が思いついてやった方法がそれじゃなかったんで、自分の紹介しちゃうんですけど、スタートの数字あったじゃないですか。スタートが1、9、25、49って。スタートって今ここなんですよね。1、9、25、49。だから、ここにスタートが来るの。5周目。その、螺旋で置いてあるとき、こう置い、ぐるぐるぐるって置いてった時のスタートがここになると。つまり、スタート81って分かってるから、ここが81は確定なんだよね。確定してる。で、ここから渦を書いていく。こうやって。書いていくじゃんか。で、さっきも消しちゃったんだけど、この5周目のゴールって120だったんだよね。つまり、ぐるっと回ってきて、ここが120も決定してるの。ゴール120だから。ってことは、今もうこれあとは、ちょっと点打っていこうか。トン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 、こんな感じでしょ？で、数えていくと、120から下がっていくからね。こう増えていってるわけだから、120、119、118、117、116、15、14、13、12、111なんだよね。ってことで、2番の答え。これはどうしようかな。下は厳しいかな。こっちの方がいいか。ちょっと消したね。2番の答えは、111と。いや、これ多分ある、もっと。これもね、あると思うんだけど。まあ一応参考にはなるかなと思いますんで、まあ自分はこんな感じで解かせてもらいました。正直ね、今いろんな問題やってるんですけどね、これあれなんです。問題と回答だけがある状態で解いてて、途中式がないんですよ、全部。だからね、普通に解けない問題あるからね、そう、ちょっともっと修行しなきゃまじいなと思うんですが、まあ多少参考になれば嬉しいです。では、今回はね、こんな感じでやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。